ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。フリーゲームハートレスマンション続きからプレイしていきましょう。前回までで怪しげな建物の中に連れてこられて、そして今画面に映っている黒いローブのやつ、案内人とかいうやつなんだけど、案内人じゃなかったわ、なんだっけ、管理人とかいうやつなんだけどついてこいって言われてついていってるところだね。広いね、かなり広い。 7SW の1っていう場所らしいんだけど、位置関係がよくわかんないね。で、どこ行ったんだ管理人。鍵がかかっている。ここには入れませんね。あの部屋、明かりがついている。管理人もあの部屋だろうか。とりあえず中に入ってみよう。この部屋か。隣の張り紙から見てみよっか。管理人室、どうぞこちらへ。それではこれからのこと少しだけ説明させていただきますね。ほんとだよ、前回の最後の方で残し玉がどうのこうのとかって言われてもわかんないからね。まずはじめに、ここはハートレスマンション、思いを残した者たちが集う場所。生前他の誰かに強い思いを残したまま死した人々。ちょっと不幸な予感しかしないんだけど、この説明。何生前って、死んだ人が来るってこと？それが残し玉と呼ばれる者たち、そして彼らの思いによりこのマンションに訪れる存在、それが迷い人と呼ばれています。え、要はじゃあ未練を残して死んだ奴らが集まるっていうことだよね。怖いんだけど。そして彼らはお互いだけでは出会うことができません。それを引き合わせるのが案内人の役目。なんで俺がその案内人だかをやらないとならないんだ。マンションがそう決めたのです。今日を終えて明日からの7日間、あなたは案内人として務めなければなりません。ちなみに私は直接的な手助けはできませんので。どうしてだ。管理人にも決まりがいくつかありましてね。案内人や迷い人に手を貸したりすることは禁則事項なのです。基本的にこれだけなのですが、何か質問はありますか。夢で質問か。あ誘致じゃねえかって言ったのは何かありましたか。さっきのもあんたの仕業なのか。さっきの、さっき俺のことを誰かが追ってきたんだ。変な音とたくさんの声と一緒に。これが要は迷い人なんじゃないの。身に覚えがありませんね。本当か。もしかするとそれは壊したがりと呼ばれるものかもしれません。どんどん新しいやつが出てくんな。おい、壊したがり、これから何度か出会うことになるでしょう。あなたの仕事の邪魔をする者たちです。なんだよそれ。そのうち嫌でも知ることになります。部屋の外から何か足音のようなものが聞こえる。今日はあの子の監視が薄いようですし、そろそろ戻らねばならないようです。監視？何のことだ。そこはお気になさらないでください。どっちにせよ今日はもう帰らないと危険なようですよ。帰るって？今日は軽い説明と下見だけですので。やっぱりここは夢の中なのか。ええ、夢の中です。私はここで、明日もお待ちしております。管理人がエレベーターの外から話しかけてくる。用は済んだので、出入り口から普通に帰れると思います。あの暗闇の方に行けって言うのか。大丈夫ですよ。ああ、でも気をつけてくださいね、夢の中でも。死ねば、ちゃんと死にますから。え？俺を乗せたエレベーターは、再び一人でに動き出し、管理人の姿は見えなくなった。そりゃエレベーター動いたら見えなくなるでしょうよ。管理人は今確かに死にますからと言った。夢なのに死ぬ。え、何に今度、なんだこいつ。女？女の子。一瞬だけエレベーターの隙間から少しだけ見えたその先に、白い服を着た黒い髪の少女の姿が俺の目に映る。連れて帰ろっか。
エレベーターは何事もなかったかのように俺に降りろというようにその口を開いた。途中の階に女がいたってことかな。先ほどと何ら変わりのないロビーのような場所に出る。相変わらず目の前にあるあの出入り口は真っ暗な口を開けている。口を開けているっていう表現好きだな。おい、あたりを見回しても他に道は見当たらない。目は冴えているのにこの夢からは目覚めない。行くか。何カッコつけてんの。で、マンションから出れば一旦は目が覚めるっていうことなのかな。ふぁ、え？暗闇に飛び込んだ俺が目にした光景はいつもの天井といつもの寝室だった。現実と夢の中を行き来するストーリーってことなのかな。現実パートとマンションパート。雨の音がする方を見ると昨日消したはずのテレビがその小さな箱の中でしきりに雨粒を降らせていた。は夢か。俺は少しだけ頬の筋肉が緩むのを感じた。今の時刻は午前7時。現実の世界は曇り空のようだった。え、これで終わりってこと？チャプターゼロは。チャプターごとにセーブできるんだね。で、次からが本格的にストーリーが始まるってことかな。ただいま。誰もいない家の中に向かって、俺はただいまとつぶやく。一人暮らしってことか。大学生？ステータス画面年齢19とかって出てたよね。朝起きてからというものを学校での授業中、昼休みの間、帰り道の電車の中までずっと考えていた。昨日見たあの夢のことである。夢というものは割とその日のうちにパッと忘れてしまうものだ。脳が不必要な記憶として処理するからなのか、昨日見た夢だなんてものは次の日には大抵忘れている。不必要けれども昨日の夜、あのマンションの夢の記憶は今のところ俺の脳内にしっかりと刻み込まれている。ベッドに横たわり天井を見ながら考える。もし今日もあの場所へ訪れることになるとしたら、俺は案内人とやらをしなければならないのか。だけど案内人って響き的にかっこいいからバイト感覚でやればいいんじゃないの。もしあの場所で死んだら本当にバカらしい。たかだか夢で死ぬなんて。けれども俺はなぜか笑うことはできなかった。そして今日も睡魔と共に夜が訪れたのだった。チャプター1、塗り直されたオルゴール。現実パートはテキストが淡々と流れてそのまま夜になってまたマンションの中に入るってことかな。ん？頬が冷たく、そして地面が硬い。目をこすってあたりを見回す。あの場所だ。あの場所、そう、あの場所である。先日見た夢、ハートレスマンションの中で見た場所。マンションのロビーのような場所。少なくともろうそくを照明にしているあたり、日本の建築物ではなさそうだよね。で、またまたエレベーターに乗って上に上がっていく。上か下かわかんないけど、実際問題。おや、こんばんは。管理人。はい。エレベーターを降りてすぐ前で、管理人は、ほうきを持って掃除をしていた。俺は少し呼吸を整えて、管理人に再び話しかける。俺、本当に案内なんか。ええ、7夜の間、あなたは管理人です。ほら、あっちにも迷い人がいらっしゃいますよ。え？早く会いに行ってあげてください。新エンディングを見るためにはマイヤー、なんか赤い女っていうやつに会わないといけないらしいんだけど、そいつをストーリーを進める前に探さないといけないってことなのかな。早く会いに行ってあげてください。とりあえずその赤い女の含みがまだ全然出てないから、数百年前の大泥棒についての本ばかりが並んでいる。これは4星屑手に入れた。何星屑って。
アイテムにないんだけど。装備かな？装備にもない。なんなの？こいつ誰？盗賊みたいなやついるんだけど。おめえ新しいやんね、人間。俺はエロルステーン様によろしくね。俺は天下の泥棒で、俺に住めねえものはこの世にありゃしねえってんだ。だがな、大変なことが起こっちまって、なんとこの宝箱、開かねえんだよ、俺が。宝箱？この宝箱、実はもともと俺の私物でよ、なんだか思い出せねえが、すっげえ大事なものが入ってたはずなんだよ。どうにか開ける方法を探すのを手伝ってくんねえか。な、この通りだ。どうしても開かねえんだ。いや、お前が開けられなかったら、僕にも開けられないでしょ、それは。あんた泥棒だよね。びくともしない。ろうそくが灯ってる部屋に入れるってことかな。これは全部飾り？入れないね。回ってってみよっか、一つ一つ。まあ、ろうそくがついてない部屋はもう入れないと仮定して進めてこっか。この部屋はなんだ？誰もいないけど。鏡が！何今の？何なんだ？誰かが寝ていたかのような跡が残っている。脅かしやがって。何か書いてある。いたずらして、いたずらして。俺はこんなところに閉じ込みやがって。いたずらしたぜろなんだこいつは。お、宝箱発見。日本酒くず手に入れた。さっきより少ないね。広いけど。こっちは何か真ん中の方にあるね。これは何？少し衝撃を加えれば壊れそうだ。衝撃を加えるためのアイテムがあんのかな？壊れかけた箱だ。赤いものが箱の内側にこびりついている。壊れかけの樽の中には埃と髪の毛のようなものがそこに溜まっている。ちょっとやめてもらえますか、そういうの。ねえ、なんか出てくんじゃないのこれ。ここを壊したら。今は壊すもの持ってないから壊せないけど。こっちにも入れる。入れるところ多いね。これは？花瓶に6と書いてある。これ重要な、何かのパスワードになってんのかな？ 1 星くず。どんどん少なくなっていく。これ何？爆竹が大量に入ってる。これ持ってけないの？爆竹使えばあそこ、壁は壊せねえか、爆竹じゃ。爆弾じゃないからね。入れる部屋多い。あれ？これオープニングで出てきた部屋じゃね？白い人影というタイトルだけ書いてある。読みますか？はい、いえ。ちょっとセーブしてから読もっか。読んだ瞬間ゲームオーバーとかにされるかもしれないからね。あの方は常に世界を見回っている。あの方は時として我々に干渉する。あの方は全てを見据えている。あの方の言う言葉は予測ではなく未来である。あの方に答えを聞くのは一種の諦めである。あの方に答えを聞くとき、それは探求者としての一つの諦めである。ぬいぐるみが動くはずはない。これ絶対動いてくんじゃない？多分動かない。多分動かないってなんだよ。これきっとこれからも静かに座っているだろう。なんなの？多分動かない。どっか調べたら動いてくんじゃないの？立ち入り禁止、この先始まりの場所。入っていい？入れない。何始まりの場所って。ぐるっと一周回んのかな？作り的に。とりあえず、星屑をゲットしといて。これは？暖炉かな？調べられない。ベッドも調べられない。本は？かくれんぼファイターズ長、かくれんぼの極意読みますか？はい。よい子のみんな、元気かな？かくれんぼ、ファイターのお兄さんだよ。なんだこいつは。隠れるのって楽しいよね。僕も隠れんぼファイターズを結成して早2年。昔はあの子の帰宅道を尾行したりするのにもよく見つかってご用意に行った僕だけど、今は違うんだ。なんだこいつは、ストーカーじゃねえか。それもこれも隠れんぼをやり続けたおかげ、隠れんぼは最強なんだ。例えばベーターなのはタンスだね。完全に体が隠れるし隠れやすいからね。ただタンスがない場所だってたくさんあるよね。急いで隠れなきゃいけない時は毎日のことだし、そんな時は机の下だよ。うまく言えば、あの子の、全然読めてねえね。あの子のホワイティも見えるかも。気持ち悪いんだけど、こいつ。それと暖炉とかもありでね、明るいとダメだけど、少し暗ければ見つかりづらい。けど、炭素に比べれば見つかる可能性は増えちゃうね。それは体の全てを隠すことはできないしね。それと気配を消すことはすごく大事。なるべくスピーディーに隠れるんだ。うまく隠ればどんなピンチも乗り越えられる。そう、隠れるとはまさに人生において。この先のページは黒いシミを覆われている。わかりました。要は、タンスの中や、机の下や暖炉の中に隠れて、この先出てくるであろう、何かしらと敵をやり過ごせってことだね。この部屋何？この弾取れんの？
飾りの兜だろうか。飾りのネックレス。で、花瓶に3。おっと、6があって3があるね。で、地理的に言ったら、そろそろ、元の場所に戻ってきそうなんだけど、なんだこいつ、ババアみたいなのがいるけど、失礼、おばあ様みたいな方がいらっしゃるんだけど、こいつはなんだ、占い師か、水晶玉が置いてあるんだけど。今宵この場所に訪れて悪意を知りたいか。知りたくありません。知りたくありません。けど聞かないといけないから、そしたら、今回はこの辺で終了にして、次回、おばあ様のお話を伺いましょうか。ご視聴いただきましてありがとうございました。ではさよなら。